バンテリンドーム名古屋です。中日ドラゴンズ対阪神タイガース、この試合の模様をお送りいたします。ドラゴンズの先発はエースの大野雄大、対するタイガースの先発は左の大竹、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなくプレイボールです。左の大野雄大マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは近本、第1球投げた、高速スライダー見送ってストライク、第2球ストレートはボール、第3球は打ちました、1・2塁間へ、石川掴んだ、1塁送球、1塁セーフ、セーフセーフ、記録はヒットになりました。さあノーアウトで先制のランナーが出ました。バッターは2番中野、まずは一塁牽制、タッチはセーフ、もう一回ここで一塁へ牽制球を送ります。第1球近本スタート、投げたキャッチャー二塁へ送球、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。先ほどのプレーです。第2球、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。第3球を投げた、危ない球、さあ4球目見送ってボール、第5球投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ、山本うまくさばいています。ドラゴンズなおもピンチが続きます。さあピンチで迎えるバッターは森下、ドラゴンズここは外野フライも避けたい場面です。第1球投げました、アウトコース、ボール、第2球内角外れてボール、第3球を投げました、決まった、ストライク、第4球は打った、第5球投げました、外角低めいっぱい、見逃し三振、左対左の勝負になります。第1球投げました、ボール、第2球投げた、2球目ストライク、第3球を投げた、危ない球、第4球はストレート見送ってストライク、第5球投げた、ボール、次は6球目投げた、変化球、空振り三振、ピンチを連続三振でしのぎます。さあリプレイです。大野雄大ワンアウト三塁のピンチでしたが、ここは0点に抑えました。ドラゴンズまずはゼロに抑えました。2回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回のトップバッターは大山、第1球投げた、初球を打ちました、セカンド左抜けるか、一塁へ送る、アウト、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは6番前川、第1球投げました、打ちました、ファール、第2球投げました、外角低めいっぱい、ストライク、これで追い込みました、投げました、ボール、投げました、打った、飛びついた、一塁送球、村松軽快な守備を見せました。これでツーアウト、ランナーありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは7番梅野、第1球投げました、ストライク、少し迷ったか、第2球投げた、ボール、投球はこれから3球目、ツーシーム見送ってストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、インコース高め、外れてボール、投げた、フォークボール見逃し三振、外角低めいっぱいに決まった、大野雄大最後は見逃し三振に仕留めました。2回の表が終わって0対0です。3回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。この回の先頭バッターは木南、第1球投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク、いきなり150キロ、
投げた、2球目ストライク、これで追い込みました。追い込んで投げました、アウトコース高め、ストレートは外れてボール。次は4球目投げました、ボール。第5球投げました、打ちました、セカンドゴロ正面、山本ボールを掴んだ、セカンドから一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー大竹。第9投げました、初球見送ってストライク、まずは決めてきました。投げました、見送ってストライク。第3球は外、空振り三振、大野雄大3球で仕留めてみせました。打順のトップに帰って近本。第9投げた、決まってストライク、まずは入れてきました。第2球投げた、打ちました、ヒットになります。近本、いいバッティングを見せました。さあ、ツーアウトから先制のランナーが出ました。バッターは2番中野。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9外角高め、直球は外れてボール。一塁へ一つ牽制球を送りました。一塁タッチセーフ。第2球投げた、インローギリギリいっぱい、ストライク。一塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。大野雄大、ランナーの動きを警戒しています。ランナースタート、ストライクになった、盗塁を許します。ランナーを二塁に進められてしまいました。リプレイをご覧ください。追い込んでから投げた、打ちました、ファースト、これは守備範囲内。石川、一塁キャンバス踏んでアウト、スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。大野雄大、ツーアウト二塁のピンチでしたが、ここはゼロに抑えました。3回の表が終わって0対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。トップバッターは森下。第9投げた、直球ストライク、アウトローへ、タイミング合いません。初球空振りから、第2球投げました、見送ってボール。第3球を投げました、インロー見送ってストライク。次が4球目投げました、ボール。第5球投げました、打った、三塁線、いい当たりですが左に切れていきます。投げました、ボール。第7球を投げた、外れました、フォアボールです。いきなりフォアボールを与えてしまいました。バッターは4番佐藤。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。決まった、ストライク。第2球アウトローの直球はボール。投球は3球目投げた、3球目ストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、148キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。バッターは5番大山。最初のバッターボックスはセカンドゴロに倒れています。第9投げた、見送ってストライク、まずは決めてきました。1球目ストライクから投げた、打ちました、引っ掛けた、これはゲッツーか、1塁へ送る、アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。さあ、ここは抑えたい場面。バッターは前川。最初のバッターボックスはショートゴロに倒れています。投げました、第2球投げました、打った、破った、ライトバックホーム、前川ナイスバッティングです。ドラゴンズ、なおもピンチが続きます。バッターは7番梅野。これが2度目のバッターボックス。第9投げました、まっすぐ見送ってストライク。第2球投げました、変化球ストライク、インローへ、追い込んで投げました、一つ外した、ボール。第4球は内側いっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。さあ、リプレイです。4回の表が終わって2対0、ドラゴンズ2点リードは変わりません。5回の表、これからタイガースの攻撃に入ります。先頭バッターは木南。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9、第2球投げた、打ちました、ショート右へのゴロ、一塁送球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターはピッチャー大竹。第9投げた、流し打ち、どうだ、ボテボテのサードゴロ、高橋取った、アウト。これでツーアウト、ランナーありません。バッターはトップに帰って近本。第9投げた、見送ってストライク、いきなり150キロ。第2球ボール。第3球を投げた、ストライク。ドラゴンズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第4球を投げた、
フォークボール見逃し三振、ギリギリのところに決まった。大野雄大、最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって2対0です。ゲームは後半に入ります。トップバッターは中野、今日はセカンドゴロとファーストゴロ。第9球投げました、ストライク、いきなり150キロ。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、1つ外してボール。第4球を投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。バッターは3番森下、今日は三振とフォアボール。外角低めいっぱいストライク、いきなり151キロ。第2球投げました、ボール。投球は3球目、投げた、3球目ストライク、ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、打った、打球は右中間に上がった、センター前ヒット。森下、いいバッティングを見せました。バッターは4番佐藤、ここまで2三振といいところがありません。第9球投げた、アウトコース低めいっぱいストライク。第2球投げた、打ったに当たりだ、抜けた、中継、佐藤ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。ワンアウトランナー一塁二塁となりまして、大山、今日はセカンドゴロとショートゴロ。第9球投げた、打ちました、二塁ランナー三塁へ向かう、ファールボール。初球ファールから投げました、打ちました、二塁ランナー三塁へ、山本ボールを取る、一塁送球アウト。ドラゴンズ、なおもピンチが続きます。ランナー二人を置いて迎えるバッターは前川、直球ストライク、アウトローへ、いきなり150キロ。第2球高速スライダー見送ってストライク、これで追い込みました。第3球を1球外した、ボール。第4球を投げました、打ちました、村松掴んだ、一塁へ送る、タイガース1点返しました、セーフ、一塁はセーフ、記録はヒット、記録はヒットです。ドラゴンズ、なおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと。右バッターボックスは7番梅野、ひときわ大きな声援が聞こえます。投げました、ストライク。第2球投げました、またも空振り、タイミング合いません。第3球を投げました、外れた、ボール。次が4球目、投げた、見送ってボール。投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。リプレイをご覧ください。6回の表が終わって2対1、大野雄大とうとう打たれてしまいました。試合は終盤7回に入ります。この回のトップバッターは木南、今日はセカンドゴロとショート。初球を打った、三遊間の打球、村松ボールを掴んだ、記録はヒット。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。先ほどのプレーです。代打は糸原に代わりまして、バッター糸原、まずは一塁牽制、タッチセーフ。第9球上田、走った、外れた、二塁送球はどうだ、タッチはアウト、盗塁を阻止しました。さあリプレイです。第2球外角低めいっぱいストライク。第3球を投げた、ツーシーム決まってストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、外角低め、高速スライダー外れてボール。投げました、高めボール球打った、石川取った、石川ベースを踏んでツーアウト、これでツーアウト、ランナーありません。打順は1番に帰って近本。第9球投げました、初球はストライク、いきなり150キロ。さあ次の投球、投げました、打った、一二塁間への当たり、アウト、大野雄大取ってアウト、スリーアウトチェンジ。7回の表が終わって2対1、ドラゴンズ1点リードは変わりません。ドラゴンズ1点差に届かず敗れました。ご覧のようにタイガースが勝ちました。勝利投手キリシキ、西武岩崎、敗戦投手橋本でした。さて本日のヒーローは前川、本当に今日は大活躍でした。